先端コロコロ先端コあもう明日ハマってさあ大変超カミスリじゃね。初手はね絶対真ん中にスポンサーがいいと思う。おら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 、ここは右行った方がいいな多分。初手右端か左端行くと死ぬと思うな。インポスターありはあるけど、あおいロスケー、これでかっ、せーお、誰も死んでないのでかすぎ。初ボタンを押させていただきました。ゴッドボタンです、これ。えらい、えらい、えらいボタンありがとう。進んだだけっすね、これ。めっちゃいいっす。うん。うん。キッチン脇って、あの、アルマさんともう一人いませんでした。あ、ピカクロスがいました。はい、はい、あの、後ろでオラフ君が一生懸命ハンバーガー作ってるのを応援してました。ハンバーガー一生懸命。うん、でもなんかやっぱスイッチがやっぱ読み込みが遅い気がするでさ、グルタミンさんってどこで、あ、このあれしましたか、スポーン。スポーンは貨物室。え、エンジンルームで一瞬だけグルタミンさんを見たんですけど。あ、そう、あった僕も。ああ、多分それバグっぽいやつです。なんか初期エンジンルームなんか いろんな人が見える時あるんで、エンジンからみんな飛んでってる。致命的すぎる。あ、そういうことか。選ばないでいると、なんかギリギリになんか選択するとエンジンルームに描画されることがあるらしい。ウルタミンさんってさっきも見た。ギリギリ、僕さっきはしゃいま、ギリギリじゃなくてもうめっちゃ早く押してみたけど、なんかもうみんな、なのにそう、遅かったと思う。順番待ちの一番最後になっちゃう。かわいそうすぎ。PC 優先。どういうこと？スイッチのデバイスで探しててしまう。なので動き出すまでは本当にそこにスポーンしたかどうかわからないということで。ああ、そうですね。なるほどね。突然消えるかもしれないってことだね。動き出す前にキルされるとかはあるんですかね。いやー、それは怖いです。それはエンジンルームで一瞬だけ。キルクール的にないんじゃないですかね。10秒ですし。まあ、確かに。もしかしたらアーカイブで湧いてるのにエンジンルームでキルができちゃったら、突然誰もいないのにアーカイブに死体が発生する可能性が絶対わかんないみてえだな。なんかエマージェンシーボタンを押したことによる死体が召集されるみたいなバグですね。これを機にスイッチ勢が煽られないようになるといいな。デバイスの差は良くないっすよ。お前スイッチでやってんのかみたいな。パソコンだったんだけどバグが多すぎてみんなに文句言われ、スイッチを買う。スイッチにすると今度また文句言われるかもしれない。スイッチがよ、最終的にスマホになるかもしれない。アーカイブやりべきたー。おら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 、裏技ね。連打、左上にリスポーンしたときに連打すると、一瞬で終わるという裏技です。黄緑、青。シュッ。緑、青、緑。緑、青、緑、黄色。緑、青、緑、黄色。おー。おー、なんか今日ボタンめっちゃ強いな。はい。キルクールリセットを電話しました。ありがとうございます。ナイス。ありがとうございます。ポスターかわいそうなくらいボタンが強いですね。うん。右直した方って誰ですか？僕です。ああ、相手。ああ、OK。それをオラフ君が直しました。ああ、僕は左の。はい。いや、これどうしましょうね、これ。いや、皆さんどうしますこれ。どうしましょうかね。ナイス、これ、キルできないんですけど、これ。コミュニケーション鳴らすしかないな。隠しろできちゃうな。どうしましょうね。あの、もうちょっとドア閉めしてもらっていいですか。あ、すいません。先にドア閉めをもっとしてから、あの、鳴らしてもらっていいですか。あ、そうですね。鳴らしてからドア閉めできないですか。ドア閉めしてから鳴らしましょう。キッチン周りとか。まあ、閉めましたから。
そうなんだ。先に閉めちゃうと自分が開けなきゃいけなくなるね。そうなんですよね。キルクールたまんないから。だからドア閉めてたことを知らないセンターは白なんじゃない？と見せかけて。なんならセンターさんが抜けてきた。僕、うん、分かってますよ。あの見てたんでサボタージュ画面。マジか。どこが閉まってるか分かってますよ。キッチン。自ら黒くなりに行くという。黒。しもっと気合い入れてんしゅって言え。このマップ停電直さなくていい説個人的にあんだけど、どう思います？そんな停電との近い差でそんな拾える情報ない気がするんだよな。ここ、いやだよね。だよね。相方のキルか。もっとすぐ中央。死なない立ち回りむずいな。いや、でも今のは避けられないか。やば。うーん。はいはい。うーん。ダブルキルか。そってオラフ君エンジンルーム巻いてたと思います。はい。ただそれ以降エンジンルームから僕は、武器庫ら辺でグルタミンさんと合流して、で一回コミュニケーションら辺の中を確認してそこら辺も一緒で、そこからリアクター鳴ってからもほぼ一緒で。でエンジンルームの右からアルマさんが来てそのまま上に行ったっていう感じです。そうですね、メインホールに僕はいました。最初これもキッチン、武器庫でエンジンルーム、宿舎前。うんうん。先端さんの目撃ってあります？ない、見てないですけど、下の足で僕助けてやってる時にスナパイさんが上に行った気がするんですけど、リアクターにいなかったのどこに行ってるのかなと思ったのが一つです。まあそれは別にあのアーカイブ右からそのままラウンジの方に抜けてるから、スナパイさん。あ、なるほど。うん。はい、そこでプテハさんとピカクロスさんを目撃してますね。あ、リアクター右側直したのはピカクロスで、プテハさんか誰かが多分左側直してくれてんだと思う。いや、僕はね、左側に行ったら誰かがもう直してたな。エロちゃんじゃないですか。あ、かな。うん。うん。藤宮と、あと誰もう一人が、はい、うん、アルマさんかな。宿舎前の方から来てましたね。最終ミーティングルームには藤宮さん一人なんですか？いや、僕もアルマもいます。はい。そこにミーティングルームにはない。うん。死体は、はい、僕ミーティングルームのタスクやってる最中に昇降機になったんで。なんか起動して死体消しっていうのはっぽいかな。登ってもないと思う、先端は。藤宮さんとグルタミンさんってお互い白起きできる感じですか？いや、途中からだから。まあでもキルクール的にまあ所定が別に、うん。そう。で一個話したいことがあって、オラフ君最初金庫室来てたんですよ。うん。だからエンジンルームで湧いたって言ってましたけど、うん、その後誰かどっか下とかで。上に抜けたっていうか。で俺金庫室タスク2個やってから出た時にもういなくて、でリアクターも来てないんで、あれ。リアクター先にいた人とかが。あ、ってなると俺が一番濃くなっちゃうかな。ちゃん右側は、うん、誰でもそれ右側じゃない。だって後から多分来た人じゃないか、どちらかというと。鳴らしますわ。いや、てかこれ右に下になさそうっすけどね、話聞いてるから。うん。わかんないけど。先端さんわかんないですけど。センターさん。先端コロコロ先端コアモアスハマってさあ大変、エアシップ出てきてこんにちは、オラフくん一緒に遊びましょう、先端さんと遊べて嬉しいよ、今日も礼会先端さんと、おいしま、はい、ありがとうございます。はい。
アンサーソング来たな。オラフ君は左側だと思います。左側か。金庫室が最終ってことですね。僕が見たのはめっちゃ最初、もうめちゃくちゃ最初。俺宿舎前通路で湧いて、で、お着替えするタスクをやってる時にもう来てたから。じゃあエンジン湧いて速攻で上向かったってことですかね。多分そうですね。まあそこから、まあそれが10秒ぐらいだとしても、離れてる。ごめんなさい、右側に死体がないと思った理由として、うんうん、僕がメイン、エレクトリカル、エンジンまで見れてて、で、話聞いてる感じ、アーカイブ、ラウンジ、昇降機の右もない感じですよね、死体が。うん。来ないですね。うん。最終俺、ラウンジ。で、ってなると、貨物とかで湧いてないとおかしくなると思うんで、センタンさんが。貨物は右で死んでた場合、え、そうですよね。右で死んでた場合、うん、そうなると思うので、うん、まあ、ないって置いていいのか。僕、メイン湧きなんで。今、ちょっと気になる。プテハスさんってどこで湧いたの？僕は貨物だったかな。あ、じゃあずれたのか。ごめん。私、すぐに右上の方の助けに行ったから、もしかしたらずれたら死にできないかもしれない。ずれてるならずれてるで。余計にすんで、はい。アーカイブで昇降機の左で終わってますかね、多分。まあ、昇降機来てるんでしたっけ。うん、そこはね、プテハスさんのそのルート終わってる。ラウンジの、はい、ラウンジとアーカイブの間で合流してるから。まあ、そうですね。じゃあ、そこで俺と最初やってる。結局、ピカさんとプテさんがずれてることによって、先端さんやっぱ右にいないと思うんで、うん、で、ミーティングでもない。時間がずれてるなら、はい。ミーティングでもないと思うんだ。だからやっぱ左で死んでると思うから、左の人が怪しく見えちゃいますけど、僕は。昨夜さんはどこ空きなんでしたっけ。確かエンジンかメインホールで右シャワー室の倒れタスクやって、その後アーカイブ昇降機で昇降機でプテさんとピカさんを見かけた感じで、ね、うん、じゃあシャワー室フジミンは誰と行動してたっつった。僕はエンジンルームの、あ、武器庫ら辺からグルタミンさんですね。そこにいろんなんじゃないですか。なんかその可能性はありとある。でも単純に右で湧いてて右の二郎っていうのは合わないんですか。まあ全然ある、全然ある、うん、それだったらピカさんと、はね、一応グルタミンさんが直してたよ。ピカパゲも全然あるのかなと思いますけど、うん、君をずっと幸せ懐かしい。なぜにそっと歌うよ。Oh yeah, I want more. I want more. タタタタタタン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 。タタタタタタン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 。この曲何でしたっけ、センターさん。助けてください。全然わかんなかった。何の歌？福山雅治です。タルルルルタタタタタタってやつ？タルル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 ルタンタタタタ答えもなく。なんでわかんない歌だったの？いやいやもう寂しい。おー、死んでる。俺けど、あー、サイバーだ。ゲームを切ります。この前のか。あれ？いや、カメラ見てたんですが、カメラには誰も映ってないですね。それはエロちゃんが、キッチンら辺で一緒にいたので、まあ、僕がそっち方向に行ってるっていうのは、まあ、まあ、そこら辺にいたっていうのはエロちゃん目線証明できると思うんですけど、うん、またお部屋さんの話しようよ、うん、さ見てない、ああ、さ見てないな、ね、俺が左側のリアクター直してる時に多分後ろちょろちょろしてたのがグルタミンさんとプテハスさんだと思うんだよね。左のタスク、左のリ あれリアクター、そうそう、僕何回か押したよリアクター。いや、左は僕がいたじゃないですか。あれいたけど、なんか直してないのかなと思って。いや、そこ二人は多分無理だと思います。うん、藤宮さんと、藤宮さんじゃねえや、スナバイさんの皆さんか。スナバイさんの視界に映ったら俺だと思うんですね。一瞬見に行ったんですよ、宿舎前の方から。あれ、じゃあグルタミンさんじゃないんだ、あれ。グルタミンさんはこっち側ですね。うん、右側。だからもう藤宮さんしか浮いてないんですよ。
グルタミンさんが違うんだったら、ね、3人でエンジンルームから向かってませんでした？初号機の方初日の話ですか？今います。今見えます、はい、2人です。中野アルマピタクロスの2人が一緒に並走して走って、はい、アーカイブ近辺でグルタミンさんと合流して3人になったようなイメージです。うん、うん、そうです。僕藤宮と最初キッチン脇じゃない、はい、俺キッチン脇じゃないな、エンジンかな、まあそう、うん、でキッチン見に行ったら、藤宮が行って、でそのタイミングで昇降機になったんですね。でアドミ見てから僕向かってるんですよ、はい、あの昇降機の方、うんうん、アドミじゃないコックピット、ごめんなさい。でその時にエンジンルーム3人になってたんで、その3人一緒に行動してんのかなと思ったんですけど、そこにいないんであれば、エンジンルーム 3？ うん、いや僕とピカさんだけですよね、通った時って。じゃあ誰かが隅っこにいたんだったら分からないですけどね。ああ僕いたかもしれん。プテいたかも。あダウンロードのとこにいたわ。あエンジンルーム僕所定エンジンルーム脇だよ。うんそうだ。でそこの3人はできないんじゃないですか。できないと思います。今の話で。スナパイさんも無理です。うん、じゃあグルタミンさんはあるんじゃないですかね。うん、そう。グルタミンの方ができそうだけど。僕カメラ見てたの。てか7人盤面なんですけど。スキップしてくださいよ。ミーティングルームもう絞れたね。2、3人いるもん。いたもん。うんカメラいやそもそも二郎の証言合わせちょっとアルマさんの全然あると思いますよ。ミーティングルームにいたんだよね。ナイスファイト。サクラサクラの山の里も見渡す限り桜桜桜屋さん桜屋さん見渡す限り咲くやラウンジで首ぐねられました。アンサーソング来た。2人からアンサーソング来た。そこから押せるんだ。覚えておこう。スペースキー連打しながら左クリック連打しました。以上、タスク終わりました。早い。という早い。いや、そうだよ。だってアルマさん1回も倒してないもん。直しましたよ一旦前のやつ、うん、どうします？絞れたね。多分みんな目線だとプテラタガハシピタクロスが先端恐怖症オラフ君のキルをしたのではないかっていう疑念が残るかと思うんだけど、いや僕それ全然追ってなくて、だったら、うん、オラフ君が左で目撃されてるのがおかしくて、で僕がメインとかエレクトリカルとかエンジンを通ってて、うん、オラフ君を見てないので、ワフ君が通ってるとしたら右側にヌーンとかで通ってるしかな、当たり前のように使うんじゃねえで通ってるくらいしか覚えなくて、言い直してくれた。ただね、昇降機そのタイミングで右側にあったんだよね。だからその前のターンでそうなったか分かんないけど、僕は右ににしたいは全く追ってないです。あ、そう、左ににしたいよ。そう、まあ、おそらくピカクロスプテーラ高橋がダブルキルができるとしたら貨物室ではなくラウンジのどこかなんですよ。時系列的に考えて、うん、キルクールの上がったタイミングも考えると、うん、ラウンジに上がっています。そうなのでスナパイさんが発見できるはずなので、できないと思っておいてもらいたいなっていうのは正直なところです。下に行ってとかもできないですか？診察室私の経路を一応説明すると、貨物室スタートから右上のガソリンのタスクごめんなさい、タスクを2個やったんですね。2個こなして、ラウンジに向かうっていうタイミングのルートなんで、ちょうどその2つのタスクをこなしたタイミングで大体キルクールが上がるかなっていったイメージなんですよね。なんでプテラ高橋さんがそのプテラ高橋さんとかも先に抜けてるんで、ラウンジの方に私が後からついてるタイミングなんで、多分ラウンジでしか発生しえないですね、うん、死体が。ラウンジとアーカイブの垣根のところで僕はお二人とも見てるんで、うん、はい、その時点ではキルクール上がってないものと考えられます。グルタミンさんかわいそうだ、ね、頑張れ頑張れ。で今サクヤさんがやられた時にピカさんとスナッパイさんと、プテアスさんは大丈夫なんで、いやロラするならグルタミンさんだと思いますけどね。1個前の気分そのせいで気分が良いのであれば気分が良いのであれば気分が良い、あ言い方間違った。
仕事してこうやっていけるのであればっていう、ね、なんかこうね、まあまあなんか他の意見がないようにみたいな。ナイスファイト、ナイスファイト、ナイスファイト、ナイスファイト。マジで？よろしくですね。よし。これは僕がグルタン、グルタンさん、これ完全に。うえー。ナイスファイト。ナイスファイト。気分が良いのであれば。今の村でタスクガチャはもう絶対になくて、僕タスク1個しかできなかったんで、やば。右下のさ、なんかなんかダイヤとかがあるやつって、あれ何すればいいんですか、あれ。説明しましょう。はい、まず右下の貨物室から入る小部屋のところで、4つのマークを覚えて、順番をね、それを、うん、ぐるーっとラウンジアーカイブシャワー室と回って、シャワー室側から入れる今度は小部屋のところで入力するというタスクになります。あ、それを見てね、見て覚えて、見て覚えて、そうシャワー室で入力、そう、あ、オッケーです。それじゃ、それ以外は大体分かったんで助かります。あ、ちょっと分かりづらいですよね。ちなみにボタンを挟んだりしてもマーク変わらないんで、覚えといて後回しにしてもいいです。あー、なるほど、オッケーです。いやー、それが分かったらもう100人力だ。ほんとかね。まあ、分かんないとも言えないんで、早く殺して幽霊で誰かに聞きたいと思ってましたね。俺、ドア開けがめちゃめちゃ困難なんですね。いやー、スイッチ難しそうですね。すね。あ、そうなんだ。スティックなんだ。ドア大変そう。ドアが大変。あ、そうだ。カードスラッシュですら大変だったのに、毎回カードスラッシュしなきゃいけないのか、このマップ。そうそう。遅刻だ。